映画美学校があるキノハウスビル映画美学校は日本の映画教育機関である。代表理事は堀越健造と松本正道。1997年に発足し、2000年に東京都庁から特定非営利活動法人に認証される。劇映画を学ぶ、フィクションコース、ドキュメンタリー映画制作を学ぶ、ドキュメンタリーコース、字幕翻訳者を育成する。 映像翻訳講座のほか、2011年に脚本コース、アクターズコースを2012年に非評価養成ギブスが開校される。受講生とプロのコラボレーションによって作られた、あれから、が、第25回東京国際映画祭、ある視点部門に出品される。主な修了生は、オ音を監督した、清水隆史や、サウダージを監督した、富田克也。 勝手に震えてろを監督した大奥あきこ、ウルトラミラクルラブストーリーを監督した横浜里子などがいる。また、監督以外に撮影の花村や主はじめ多数の技術スタッフも輩出している。ありがとうございます。